今回はですね、僕がスノーボードの専門学校を卒業してアルツバンダイスキー場に初めて山ごもりしたっていったお話をお届けさせていただきます。それではぜひ聞いてください。はい、僕がアルツバンダイスキー場を選んだきっかけなんですが、専門学校を卒業してそのまま妙高にこもるっていうことも選択肢としては一つあったんですけども、僕が所属していたショップの先輩ライダーで直しさんという方がいて、その直しさんがアルツバンダイスキー場で、長くディガーをやられていたって言ったこともありますし、その当時、アルツバンダイスキー場と確か池の平スキー場あたりがベストパークに選ばれているような経緯があったので、やっぱこう最高峰の場所でディガーっていった経験ができるっていったところが非常にこうアドバンテージが高く感じたので、先輩のつてもありながらアルツの方で山ごもりの方をスタートさせていただきました。はい、ディガーのお仕事なんですけど、簡単に言うとゲレンデにあるこのパークですねの中を整備して、お客さんが安全にパークの中を滑ってもらえるようにするっていったことが大きな仕事の一つなんですが、本当ディガーって、ゲレンデに、そうですね、多分リフト係のおじちゃんよりも早く出勤して、要はゲレンデがオープンする前にまずパークをきれいにしなきゃいけないですね。で、めちゃくちゃ雪降っちゃった時とかはもうアイテム、ボックスだったりレールだったりはもう雪の中にこんもり埋まっちゃってて、うわーこれ掘り出すんかやばいなとか思いながら、それをオープンするまでに掘り起こして整備して、で、オペレーターって言って圧雪車、パークの中をオペレートで圧雪車で除雪をしてくれる、専属のオペレーターさんもいるし、ディガー隊長もいるし、そういった方々の指示を受けながらパークを常に安全でいい状態にするっていったことを日々してたんですが、時にはそのパークのレイアウトって言って配置替えですねをするっていうことがあって、その時は本当に、パークが終わってからパークアイテムの配置替えをしたり、キッカーの大きさを変えたりして、本当に7時8時ぐらいですかね、夜の薄暗い中、なんならこう 雪もこう作りたてなんでちょっとザクザクってたりとかしてる状態で、テストジャンプをするっていったこともあったんですけども、やっぱこれはテストジャンプの役目っていうのが新人っていったのが決まってまして、僕ともう1人2人ぐらいいた子たちでおっかなびっくり、その大きくなったジャンプ台を飛ぶとか、新しく設置されたレールを飛ぶみたいな、こするなんてこともしながら安全確保してお客さんに楽しんでもらえるパークを、シーズン通して作り上げるっていったことを、オペレーターとディガー隊長とディガーたちと、同じみんな寮に住んでるので、もう仕事終わっても一緒に寮でお話ししたりとかしながら日々シーズンを過ごしていたっていった感じになります。はい、実際にですね、そのアルツバンダイスキー場でこもっている時なんですけど、アルツのスキー場の本当に、センターハウスっていうんですかね、の目の前にナイターパークっていうのがその当時あって、ジャンプ台と、ボックスレールが本当にナイターも滑れるよっていった状況が出来上がってたので、仕事終わってからそこで、俳句なんですけどね、ジャンプの練習したりボックスやったりレールやったりで、先輩たちもいたので、お前あのトリックやってみろとか、先輩これできないんですとか聞くと、ああやってやるんだこうやってやるんだみたいなことをこうやり取りしながら、どちらかというと、スロープスタイルと言われるような飛んだり跳ねたり擦ったりみたいなする方の練習をメインにやっていたなっていった記憶がありますね。もちろんアルツバンダイスキー場はパークもすごいんですけど、ハーフパイプもあったり国際大会もやったりするような大きいゲレンデなんですけども、どっちかって言ったらその当時は、先輩たちの影響もあってパークメインで滑ってたっていった印象が記憶としてはありますね。当時ですね、やっぱりこう携帯もガラケーだったし、 SNS のツールも発達してなかったので、情報をゲットするっていったところが DVD と雑誌くらいしかなかったんですね。で、本当に年間
3、4万円分ぐらいは雑誌やそういった DVD に使ってた記憶があるんですけども、その中でマックダウとスタンダードフィルムズ、これに出てたアーロン・ビットナーとかアンドレアス・ウィック、あとはキーガン・バライカなんかが僕非常に好きで、その動画の中でその彼らのライフスタイルっていうんですかね、もうやっぱりこう見ることができるし、まあ、すごくやんちゃなやつなんだなっていった印象を受けるような映像カットもあったりしながら、実際に滑ったライディング見るとめちゃくちゃやばくてかっこよくて、そのスタイルっていうんですかね、着てる服だったりとか着地した時の体の姿勢なんかが、うわめちゃくちゃこのライダーかっこいいじゃん、真似しようっていったところをやっぱ DVD の情報からゲットして、ライフスタイルもこう、まあ、自分の中で考えながらゲットして、で実際にこう雑誌なんか見ても、その当時だと、まあ、スノーボーダーとかフリーラン、スノースタイル、トランスワールドスノーボーディングとか4社ぐらい雑誌社があって、その中でもスノースタイルとトランスに乗ってるそのライダーの写真っていうんですかね、やっぱりこうめちゃくちゃかっこいいんですよね。その DVD やってるマックダウとかスタンダードフィルムズにも専属のやっぱカメラマンもいるし、そういったポートレートですね、写真を撮るのにもスノーボードの専属のカメラマンたちがやっぱいて、それをこう雑誌に投稿していい写真が雑誌にバーンって載るっていったところがその当時の印象ではあったので、その中でもやっぱかっこいいなと思ったのはスノースタイルとトランスに乗ってるライダーたちの写真ですね。本当そのなんていうのかな、シャツのシワ一つにしても動きがある写真っていうのを見ることができたので、すごく印象に残っていたところが思い出として残ってますね。僕が、まあ、山ごもりして思ったことは、まあ、もちろん仕事していたっていうのもあるんですけども、どんな雪質の状態でも山に上がらなきゃいけないったところは、まあ、ちょっとまあちょっと辛いなっていったところもあるし、まあ、逆にプラスで考えればどんな雪質でも滑らなきゃいけない、どんな雪質の状況でもパークをいい状態に維持しなきゃいけないっていったところが、まあ、プラスに感じ取れましたね。で、あのアルツバンダイスキー場で働いてたんですけど、同時にネコマっていうスキー場でも、まあ、アルツが提携していたので、両方のスキー場でパークの、まあ、整備をしていたんです。でネコマとアルツって山の表と裏っていう感じで、本当どれくらいかな、 4,50 分ぐらいかかるんですね。で僕寮はアルツだったんで、ネコマで仕事ってなると本当朝5時ぐらいに出てネコマに行かなきゃいけないっていうのが、正直朝早く起きなきゃいけないっていうのがしんどかったです。でやっぱりこう仕事自体もリフトが終わってからも整備してるし、作り替えもあれば夜までやってるので、多分一番ゲレンデに長くいる職種の一つなんじゃないかなと思います。なので本当変な話ですけど、 2,3 日風呂入んなかったこともあったなって言ったのが、いい思い出のような悪い思い出のような。で専門学校に行ってた時と同じで、そこで働いてる仲間たちはやっぱみんなスノーボードも好きだし、年齢もいろいろなので、でもやっぱスノーボードっていう共通ワードでみんながこう仲良く一緒に滑って、なんならこう一緒に撮影したりとか、まあ、夜仕事終わってからそういうストリートって言われるようなね、あのことをしに行ったりとか、ナチュラルでジャンプしたりとかっていった、本当いろいろな経験が専門学校からより広がってできたなっていったのが、ディガーの、まあ、すごく僕の中ではいい経験値になってるんじゃないかなと思います。もちろんね、こうディガーの技術っていうのも上がりますし、スノーボードっていうものの視野もめちゃくちゃ広がったっていったのは、このディガー経験で得れたと思っております。はい、今回はですね、僕がアルツバンダイスキー場で初めて山ごもりしたっていったお話をお届けさせていただいたんですが、次回はですね、僕が大会に出て、まあ、こうライダーっていったこうスポンサードを受けるっていったお話をさせていただければと思いますので、よかったらチェックしてください。それではまた、ジョイントアースの若でした。